てる。ほらほらほら、当たった。絶対ボーナスでしょ。ほら、ボーナス。あ、ボーナスだ。やば、激辛。30ゲーム。え、やべえじゃん、やべえじゃん、え、やべえじゃん、マジ。プレッシャー弱いよ、そういうの。300以上。わかりました。頑張ります。300でも OK？ わあ、始まる。残り50ゲームだって。嘘でしょ？どうやって増えんの？カモン、カモン。これ20、どうすればいいの、これ。
厳しい。クリアした。やめてよ、もう後で数え間違いで試合間違ったとか、もう本当にへこむから。ちょっと拳に力を込めすぎて手が真っ赤っか、爪食い込んで手痛い。頑張った。でも楽しかったよ。聞いた、やっとこっから33%の壁を。あ、あら、すごい謝られた。極みからしか行かないのつらいって本当。やっとこっからのシーンは、おお、はい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 、待ってくれない。行こう、ラスト50ゲームか。あ、これ変えれる、これにしよう。天下ウブといえばなんかこういうイメージだよね、小田さんが。お、来た。しかもこれ兜とチェリー、お願いします。明智軍、ボロボロやんけ。もうなんか見ただけでわかる。いやいやいや、黄色が一番先につくだろうよ。あー、33%、5回目。あ、カットインないじゃん。あー、ボロ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 だけど、やったぞー。また今日は楽しいね。今日は楽しいよ。
45のタイム。何回目これ、7回目ぐらい。今のところ6分の2なんで、やばい。違う、7連。じゃあ最後はこのレギュラーがいいやつにします。この台逆連するかな。天下オフの 33% いってなかったからね。これ 20% だよ今。 E ステーショングループではありがとう絆プロジェクトというチャリティーを行っています。皆様ぜひご協力ください。Dステーションカラガの店さんに来店してくれた皆様にですね、多分声かけてくれた人限定だと思うんですけれども、マイプリ特製のシール、姫のシールをプレゼントしたいと思いますので、皆さんそれもお楽しみにしていただけたらと思います。一番長い雑誌ジャンバリ関東版フリーペーパー読んでるの。都会の情報いっぺん詰まってっから、いっぺん読んでみ。いいよ、読んでみ、読んでみ。言うと思った。え、うん、持ってる。しかも私も読み込んでるな、それはな。え、野原さんの漫画の知ってるか。知ってんの、知ってんの。さらにな、これもうこれすっげー衝撃だからね。いくよ、せーの。見た、今見た。ちょっと嫌だった。エロ、うん、え、これ、かわいいな、こいつ。かわいい。これ、ジャンバリ関東マン、すげえな。すっげえな。友達、みんな知ってっかな。知ってっけ。教えたら、うちら、私ヒーローなれるだよ。ヒーロー、いいな、かっけえな、かっけえな。ヒーローなれるって、なれるって、なれるって。あ、しかも、あ、ヒーロー。今度あなたがヒーローだって書いてある。今度は、あなたがヒーローか。すげえな。ヒーローなっぺ。かぶってる、かぶってる、これ。ヒーローなっぺ。ヒーローなってくっぺ。いくべ、いくべ、いくべ。ポシッペ。